どうも、なおちんです。さあ、今日も夜回り3やっていきたいと思います。いきましょう。チュートリアルが多分今終わったんだと思います。夢の世界みたいなところから自分の街に戻ってきました。そうだ。あのお姉さんが言ってたこと、呪いを解くヒントは私の思い出の中にあるって。でも呪いは6時までに解かなきゃいけないんでしょ？時間が全然ないよ。お家に帰って考えてみよう。何か思い出せるかもしれない。帰ろう。猫だ。麦？あ、自分の飼い猫か。偉いね。麦、迎えに来てくれたの？偉い、偉すぎる。麦と一緒にお家に帰ろう。帰ろう。うん。偉い子だ。先に行ってくれるのね。なるほど、この扉のサイズから見て、この子は、小学校1年生ぐらいか。それぐらいなのかもしれないね。はい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 。で、これで、はいはい。ずっと降りていけばいいんだね。なんかありそうだけども、ないか。麦がいない。ここから外に出られそう。出る。別に何もなかったと思うからね。あ、よかった、猫も一緒にいる。お家はどっちかな。帰らなきゃ。あ、先導してくれるんだ、ありがたい。そういうのがないとね、ちょっと分かりづらいから。看板に張り紙が貼ってある。敷地内のものに絶対に触れないようにご注意願いますって書いてある。いや、絶対危ないよ。あ、なんかあった。丸文字の目も一応拾った。お化けは目を合わせなければ襲ってこないはず。目を閉じて気配を消すこと。あー、なるほど。目を閉じてこう行けば、お化けに見つかった時でも、なんとかなるっていうことか。こっち側から行こう。さっきの猫がね、おお、なんか、なんだ。10円だ、やった。川だね。あ、電話ボックス。何？何ここ、なんだかすごく嫌な予感がする。あ、こっちには行けないのか。なんだ。あ、これか。この看板、端っこにメモが貼られてる。子供っぽい汚い文字で。おばあちゃんから聞いたけど、街に落ちてるものを拾ったりすると、人面鳥ってお化けに見つかって食べられちゃうらしい。俺もう10円とか拾っちゃったよ。だから知らないものは触っちゃダメらしいよ。って書いてある。いやー、何も拾わないっていうわけにはいかないでしょう。看板に張り紙が貼ってある。あ、駐輪禁止。あ、これは別になんともないですね。ここは？あ、いや、何もないね。え、なんかいるんじゃない？
んだこいつ。返せ。ちょっと待て待て待て、逃げろ逃げろ。鈴を返せって前回言ってたんだよな。なんだろう、鈴返せって。今のは早くお家に帰らなきゃ。帰ろ。何？なんか目玉がいた。ここはいけないんだな。ちょっと待って、なんかないんか。あ、あ、地図これね。お家が下の方か。こっち側ね。まあまあ行きましょう。ちょっと待って、なんかいる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 。ちょっと待って待て待て待て。いや、あっち進めないな。あ、下だ、お家は。うわ、行くぞ。何これ、お前なんだよそれ。目飛び出てるじゃん。なんかいる、下にいる、下にいる。あ、別に大丈夫っぽいね。見つからなければいいってことでしょ。あー、いっぱいいるな。待って。あぶねえこいつ。あ、あの、追いかけてくることはない。追いかけてくることはないから大丈夫だ。でも向こうはいけないな。こっちからいける？多分いけるわ。いる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 。何？何？ちょっと待って、行くぞ。マンホール注意しよう。なんか手が出てくる。ん？あ、これがさっきの道か。おい！セミ！お前。待って、アイテムゲット。来た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 。あ、ダメダメダメ、危ない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 。目閉じろ目閉じろ。あ、うん、気配消したりすると逃げていくんだな。あ、こっちじゃないのか。あー、こっちじゃないね。下から行くみたいだね。ちょ、セミ、もう騙されんぞ。お地蔵さんがあるね。いや、でもさっきセーブしたから、あ、いた！麦だ！よかった。とりあえず、私のお家に着いた。ああ、よかった。帰ってこれた。よかった。なるほど。家に着いて一段落ついたかと思いきや、学校か、北の田んぼに行かなきゃいけないっぽいね。どこにあるんだ学校。わかんないな。はい。まあ、とりあえず、次は学校までなんとか行ってみようと思います。うん、どこにあるかちょっとわかんないんだけども、頑張って行ってみましょう。はい。ということで、ご視聴ありがとうございました。